カール・ギエレルプは、デンマークの詩人、小説家で、ヘンリク・ポントピダンと共に1917年度のノーベル文学賞を受賞した。彼は、モダンブレイクスルーに属し、エピゴノスというペンネームを用いた。ギエレルプは、シェラン島で、司教代理の息子として生まれ、愛国的な家庭に育ったが、1870年代には、無神論や、フリーラブについての大胆な小説を書くゲーは、ブランデスと、博物主義運動の熱心な支持者となった。しかし彼自身の羊の影響により、次第にブランデスとは距離を置くようになり、次第に、博物主義から、ロマン主義に傾倒していった。彼は、ドイツの文化に強い魅力を感じ、1892年にドイツに定住した。1914年から18年の戦時を含め、年を経るごとに、彼はドイツ帝国にアイデンティティを感じるようになっていった。彼の作品で最も重要なものは、多数派につきがちな神学者であった若者が、無神論者で、インテリになるまでを描いた。反自伝的小説のGermanernes Lærlingである。いくつかのリヒャルト・ワーグナーの芝居によって、彼のロマン主義の傾向は強まった。また、愛と嫉妬を描いた、怪しげなメロドラマである、Møllenという有名な小説もある。彼は、晩年には明らかに仏教や東洋文化の影響を受けている。デンマークでは、彼は長い間ドイツ人の作家であると認識されていて、彼のノーベル賞受賞にはあまり関心が寄せられなかった。第一次世界大戦中、スウェーデンは中立国であったため、賞の授与は政治的な憶測は呼ばなかった。ギエレルプはデンマークではほとんど忘れられているが、それにもかかわらず、彼は真実への正直な追求者とみなされている。ありがとうございます。